最上大峰川ダム工事の公金支出差し止め請求住民訴訟について、今から記者の皆さんにお話をさせていただきたいと思います。私司会をします、原告団の事務局をやっております清野です。最初にこちらの方のメンバーをご紹介したいと思います。原告団の団長の高川です。副団長の高島です。高島と申します。萌町です。はい、同じく副団長あ、じゃああと、それぞれ原告団がおります。それから、代理人弁護士の先生、主任弁護士の高橋先生です。はい、高橋です。から戸塚先生です。最初に、原告団長からちょっと一言お願いします。今日は皆さんありがとうございます。先ほど山形地裁の方に、訴状提出してまいりました。ここに至る経過若干申し上げますと、ダム計画があったのは20年前でございますけども、その後貯留型のダムから穴開きダムの方に変更になりました。これは貯留型水を貯めるものは大変自然に悪影響あるということで県の方でも変更したわけでございますけれども、全国の穴開きダムの状況を見ますと決して自然に優しいとは言えないというのが我々の立場でございます。県の方では最上町の町長さん議員さん皆さんこぞって賛成しておりますけれども、決して今回計画しているダムは地域の発展にはつながらないというふうに考えております。実は私は神室山系の自然守る会の会長を仰せつかってますけども、実は最上町の方に16年間勤めさせてもらいました。きれいな小国川、美しい自然、あれを後世までずっと長く長く持ち続けることが我々の願いでございます。残念ながら最上町当局の皆さんはダムの方に目が向いてますけれども、長い永続的な発展ということを考えれば決してダム建設が地域の発展にはつながらない、ましてや赤倉温泉の活性化にはつながらないというふうに思います。ぜひ、町の皆様にも考え直していただいて、ダムからの撤退をぜひ考えていただきたいというふうに思っております。我々今回急にこういう話になったわけでございませんで、再三渡って県の方に、県知事との面会やら県の土木関係の方々と話し合いをしてきました。なかなかうまく話が通じない、知事さんとも最近は会えないという状況にあります。そして、先々月でしたかね、監査請求をいたしましたけれども、それも却下になっております。そういう経過ありまして今回裁判に、訴えるというふうになってまいりました。訴状を見ていただければ分かりますけれども、私たちの方に利益があるというふうに確信しております。ぜひこの裁判勝って最上町、船形町、小国川の将来にわたる自然の状況を保っていけるものと確信しております。皆さんもよろしくお願いいたします。それではもう一人弁護士の主任弁護士の高橋先生にお願いします。はい、どうもお疲れ様でございます。私の方からはこの本日提出しました訴状の請求の趣旨について、簡単に、ご説明申し上げたいと思います。すでにお配りさせていただいておりますと思いますが、請求の趣旨は2つに分かれております。1つは、山形県知事に対しまして、2012年度の本県、最上小国川ダム、事業予算、これが5億7200万円でございますが、これに関する工事請負費等のに関して公金を支出してはならないというのが第一点でございます。それから第二点は、すでにこの予算に基づきまして、
と393万円、余りの、手術がなされておりますので、これはあの知事、ご本人といいますか個人に対しまして、山形県知事公人としての山形県知事が、山形県を代表して返還を求めるようにという内容でございます。この393万円余りの支出の内訳は、調査費、これが387万円余り、それから事務費として普通旅費27件で5万余りとなっています。まあ、以上ですが、請求の原因については。はい、それではですね、皆さんのお手元に訴訟の用紙というペーパーを渡していると思いますけれども、これで、何をどう主張したのかということを若干説明をさせていただきたいと思うんですが、訴状の概要ということで、皆さんのお手元の2ページ目のところに、箇条書き的に書いてあります。ダム建設をして洪水調節をするんだ、水害防止のためにダムを作るんだということですけれども、それは裁判ですから法律違反を明確にしなきゃいけないということで、河川法第1条それから河川法16条の2に違反するということであります。で、もちろん違法な支出はしてはならないというのは地方自治法、地方財政法で決まっていることですので、その支出も違法であると。でその法律については3ページ、3枚目のところに皆さんの手元に法律の条文抜き書きしたものをお渡ししています。それで、なぜダムによる洪水調節が違法なのかということです。一つは河道改修、川を直すことで川を掘ったり拡幅したりすることで洪水被害を防止することができるということです。で県がなぜダムにこだわるかといえば、河道改修をすると河道を掘削する、掘削を伴う河道改修をやると、あそこにある赤倉温泉に影響が出るんですよ、出なくなると言ってね、影響が出る恐れがあるという理由で、河道改修による対策はできないという主張をしています。しかしそれは誤りであるということを論証しています。ここではちょっと長くなりますので、そこは割愛させていただきますけれども、温泉に影響させずに稼働開始はできる、なのにあえてダムを作ろうとするのは河川法違反である。それから2つ目には、県が先ほど言った住民監査請求、私たちが出した住民監査請求にこまごまとダムが一番いいんだという比較案を出してきてるんですけれども、そのいずれも比較検討した中身、自然環境がどうか、工事費がどうか、公金がどうかといった、そこにね、いくつも誤り、意図的な誤謬がということで、それは正しくない、ダム建設がベストだと言ったことは嘘だということが一つあります。それからもう一つ重要なことは、私たちが最も重視しているのは、この最上大国川ダムの目的、建設をして洪水調節をしなければいけないという最大の狙い、目標は赤倉温泉の水害防止なんです。ところが赤倉温泉で起こっている水害の実態をよく見てみると、それは内水被害と言われるやつ。それで皆さんのお手元に、ちょっと内水被害というのは聞き慣れない言葉だと思いますので、最後のページ6ページ目に赤倉温泉の内水被害という解説を載せておきました。これ私どもの最上大国川の清流を守る会という会がありますけれども、そこの会報に、何回か前の会報に載ったやつを抜粋をしてきました。内水被害というのは、結局河川の水が洪水や増水で高くなると、宅地の排水ができなくなる。でそこに当然宅地の方が川よりも低いということですね。普段川の水が低い時には流れるんですが、増水をすると宅地よりも高くなってしまって、宅地や農地の排水ができなくなるという現象です。それによって起こるという。ですからそれはダムによっては防げない。もちろんダムでぴったり洪水を止めてしまえばできますけども、穴開けダム程度ではできない。例えば計算、簡単な計算をしてみると、かなり大きな洪水でも、せいぜい50センチぐらいしか下がらない。
ところが1メーター以上水を河川水を下げてやらないと内水被害は防げないという現象もありますし、この6ページ目のこのペーパーのところを見ていただきたいんですけども、これぜひ記者の皆さんに見てほしいんですが、ここに写真が載ってますね。これ県のホームページにこの写真載ってますので、県の最上総合市長の河川砂防課というところに行って、小国川ダム、小国川だよりという県が出している候補紙があります。この写真を拡大してみてください。ここにいかにも洪水が起こっているような写真、私ここに持ってきますが、よければ後でお見せしますけれども、いかにも溢れたような写真が載ってますけれども、この時も川は溢れてないんです。にもかかわらずこれポンプで排水をしている写真が載っている。これ県の広報ですよ。これ県の広報に載った写真、こういう加減なことをやっているということです。ですから、内水被害防止に対して、ダムは無力である。赤倉温泉で水害があるからダムを作るんだと言ってるけども、実は赤倉温泉で起こっている水害の大半はちょっとそれのところ正確な分析私どもまだしてませんけども、大半は半分以上は内水被害だということですね。ダムでは防げない。にもかかわらずそれを原因といいますか理由にしてダムを作ろうとしているのは不当である、河川法違反であるということです。それからもう一つ重要なことがあります。これの4ページ目のから写真がずっと6枚ほど並んでいるのがあると思いますけれども、写真1ということで赤倉温泉を下流側から撮ってきた写真です。非常に河岸に温泉街がせり出しているのが分かると思いますけれども、実はその一番下のところにコンクリートの堰があるんですね。落差が2メートル、約2メートルです。ちょっと川底凸凹ですので約2メートルの堰が、この堰を境に川底が非常に高くなっている。その堰を境に上流側に砂礫が溜まって川底が高くなって水害の危険を大きくしている。これは明らかに河川管理上の不手際である。にもかかわらず水害が起こるからといってダムを作って作らなければいけないというのは本末転倒であるということで、河川管理者である山形県が自ら設置したこの堰によって、洪水被害を大きくしているということです。それからあとは穴あきダムについて全国的な批判をされている、自然環境への影響が大きい、環境に優しいというのは嘘だという話、これはいろんな証拠を出せると思います。それからいわゆる超過洪水と言われるやつです。よく今年の夏の集中豪雨なんかでも史上最大の雨量が降ったとか、観測史上最高の雨が降ったとかということで、想定した雨よりも想定外、いわゆる想定外の雨が降ったり想定外の洪水が起こったときにこのダムは非常に危険だということです。ゲートのあるダムですとそれでゲートで調節できますけども、ゲートがないんですね。ゲートがないから開け閉めができない、事前調節ができないという危険性があるということ、超過洪水に対して非常に無力だということ、これは、訴状の中に詳しくその事例を挙げて、説明をしています。それからもう一つはその穴開きダムといういわれる、いわゆる穴が開いてるんですね。ポンとそこに、1.6 メーター四角ぐらいの穴が2つ開いてる。そこが当然目詰まりを起こす、洪水の時ですよ。普段はいいでしょう、それは砂礫は流れるというふうに言ってますから。水害になれば流木は流れてくる、大きな石はゴロゴロくる、簡単に詰まってしまう。詰まった時にもう手の打ちようがない。詰まってしまえば上まで水詰まりますから、高さ40メートルの水底がの穴が詰まったなんていうのはどうやってするんだということになりますので、そうなった時に非常に危険だ。ある意味で絶対的な安全性を確保していくからでないとこのダムは作れないはずなのに、そこのところが曖昧にしたまま非常に危険なことで作られているというのが、以上が大体、大雑把に言った訴状の中身で、以上のようなことを総合的に考えまして、河川法第1条の趣旨、16条の趣旨に違反をするという組み立てになっております。ということで、あとは皆さんからのご質問ということにさせていただきたいと思います。何かありますか？私もからね。はい。じゃあ私は唯一の最上町生まれの最上町在住の健康団の副団長
聞きました、高島と申します。声が出しにくいんですね、町内では。その声なき声を結集して戦いの代表になりました。で、この問題の、民事訴訟ですからね、証拠主義、実態はどうかということで争うということになると思いますが、住民の声が一番大事だと。で、この皆さんにお渡しした資料を大きく言えば、争点は2大争点といって2つあると。1つは稼働回収。稼働回収で、我々の主張する稼働回収は、床、川床ね、川床、1メーター以上堆積しているんですけど、泥が。それをその取り除くはできないというのが県の主張。取り除けますよというのが我々の主張。これは大きな違いです。これは山田屋の川辺教授、調査になった川辺教授ね、県側に移植されたが、はっきり言っています。それは一つ、これは大事な争点です、一つは。で、もう一つは、先ほど言いましたように、内水被害なんですよ。内水被害と非常に分かりにくいと思いますけどね。もともと、その町民は、この初水寿司という寿司があるんですけど、そこに溢れて集まってくる水を、なんとか排水をしてくれということから、この運動が始まったんですよ。いつの間にか、約10年経ったら、穴開きダムに、最初、貯水ダムがいきなり出てきて、それで穴開きダムに変わると。で、住民はもともと、初水寿司のところに溜まった水を、なんとか排水してくれということで、要求してきたし、今もそうです。で、その内水被害の内水と水というのは、どこから溜まるのかということが争点の一つになりますよ。で、私はね、皆さんはこの写真を見て思うでしょうけども、小国川から溢れた水をかき出しているんだろうというふうに思うと思いますね。これみんな騙されてたんです、これ。実際には小国川から溢れた水をかき出しているわけではありません。この水は、明神山、それ大明神山、それから田んぼ、赤倉のその住民の住んでる近辺にある田んぼ、それから住民の生活水、生活用水、そういったその下水も含めて全部そのここに集まるんですよ。集まってくるので、その水が、集中豪雨とかでこう集まってきた水が、その水位が若干高くなると排水できなくなるんです。それで床下床上浸水っていうのが常にここ20年以上にわたって苦しんできたんですよ、町民は。それがいつの間にかね、ダムにすり替わったと。したがって端的に言えば、ダムができようとできまいと関係なしに、この内水被害っていうのは永久に続きます。これからもダムが完成しても。で、その問題を我々は解明していきたいと、証拠でもって事実でもって争っていきたいと、我々は勝ちますということで、この二大争点のを証拠として、民事訴訟ですからね、証拠として向こうの言い分を完璧に論破して、ダム建設を中断させたい、やめさせたいというのが住民の本当の声です。それを代表して、私は副団長を引き受けまして、全然得しないんですけどね、大変な避難を長時間浴びることになりますけども、私はあえて戦いを挑みたいというふうに思いますので、皆さんのご協力を、マスコミの宣伝は私から言わせれば非常に不十分でした、この問題に関しては。いうことで、ご協力をお願いしたいと。以上です。はい、それで他に、はい、森林関係とか、赤倉温泉の洪水被害というのは、現在さっきお話しあったので、内水被害ということが大きな原因の一つになっていますけど、昭和30年代後半から40年代にも大きな洪水がありました。その時はですね、電流の伐採がすごい広範に行われておりました。それは生産林といって、営林所がいつ切ってもいいというような連携区分になっておりました。今はその生産林じゃなくて水銀環境林ということになって、だいぶ伐採が少なくなりました。そういう関係で今前から見ればですね、そういう社会的な構造が変わってきて、森林の状況がで、だいぶ植生も大きくなってきて、そういう意味でその
上原流部からの水害というのはそういう意味では減っているということになると思います。その日にですね、やっぱり歴史的に前々からこういう構図がある、だからダムだっていう短絡的なものじゃなくて、今までどうやって生活してたんですね、今の高島さんからもお話しあって、地域住民がどういう付き合いを川としてきたかっていう歴史の中 です、ね、この水害がどう発生しているかということも検証していく必要があると、私はそう思っております。はい、それでは皆さんの方から何かご質問、いや、ございませんか。いや、すみません、はい、桜のテレビなんですけれども、団長が一番冒頭でもおっしゃったように、裁判なので、やはりそう法律違反をこう明確にしなければならないということで、その河川法に、今回その違反するということでの提訴だと思うんですけれども、県の方も、河川法に基づいて、洪水調節しなければならないということでダムっていうことに、なってると思うんですけれども、そのをどういうふうにですね、違法であるっていうふうにこう、現段階では言えるのかなっていうところをお伺いしたいんですけど、いいですか。じゃあ私から、河川法16条の2というのを見てもらうと分かりますけれども、災害の河川法、河川整備計画、ダムを作る根本になっているこの河川整備計画というのは河川法第16条の2で作っているわけですけれども、どういうふうに作りなさいと書いてあるかというと、災害の発生を防止し、または災害を軽減するために必要な処置を講ずるようにしなければいけない、すでに同時に前段の方で河川の総合的な管理が確保できるようにしなければいけない、ところが総合的な管理という点では、もうダムを作るしかない、稼働整備をすることはできない、崩れそうな護岸も直せない、指一本触れられないという感じになっている。それからもう防災という観点から言えば、この内水被害が典型的な事例ですね。ダムを作って防げないんですから、ところがダムを作る理由にしちゃってるという、不思議なところがある。その他河川法1条、これはもう理念的なところですけれども、そういう地域の総合的な発展につながるのかということ、もういくつも論証はできると思います。はい、とにかく入り口としては、はい、そのこの河川法、河川、その河川整備計画か、この16条の2にもありますけれども、その治水対策がダムでなければならないのか、ならないのか、なくても大丈夫なのかっていう、入り口の部分ではそこで争いが可能であるっていう、そうです、ということですね。はい、もちろんそうです。その理由が以下に書いてある内容ということ。はい、そうです、その通りです。他にございませんか。あともう一つ、ごめんなさい、すみません、今もいろいろ団長、副団長さんからもお話いただきましたけども、裁判なので、当然勝ち負けもあると思いますけれども、当然その結果だけじゃなくて、やっぱり家庭のその議論の、なんていうの、今までも県に皆さんもいろいろ訴えられてきたと思うんですけれども、それをこうやっぱり司法の場で、なんていうんですか、それぞれのこう争点というか理論を後押ししていただきたいと思いもあって、あえてこう裁判に持っていったというところもあるんでしょうかね。それは全くその通りです。討論会やろうと言ってもね、討論してくれないんですよね。公開した質問状を出してもそれにポンと返ってくる、もう形式的なやり取りだったんですが、いろんな証拠を出しても今回の住民監査請求もそうですし、たくさん証拠を出したり証言もしたんですけれども、全部無視して証明されていない、立証されていない、切られちゃってる。裁判になればそうはいかないだろうということもあって、やはりただ密室の論議にならないように、そういう何をどう議論したかということをはっきり皆さんに理解をいただくということでやっていきたいというふうには考えております。裁判の目的はおっしゃる通りです。はい、補足しまして、実は町の方も県の方も最上町の住民の8割ぐらいの方がダムに賛成しているっておっしゃっています。ただこれは回覧板で、これも監査請求の時申し上げたんですけども、回覧板回したり町内会長さんがずっと歩いて町の
こういう言い方ちょっと語弊ありますけども、町当局の命令と言っていいでしょうか、お願いによって、あれだけの署名が集められたと。やっぱり迷っている方もいるけども、やっぱり町内会長さんとれば付き合いがあってなっているというふうなことで、決して自分たちが率先して、ダムを作ってくれっていう署名ではないというふうに私たち思っています。監査請求でも地元の大場さんという方がおっしゃっておりました。そういうことで本当に住民の声を私たちは大事にしていきたいと思います。でも先日佐高誠さんの講演会がありましたんですけども、その時も地元の方から十数名の方々が参加して聞いていただいております。一つ皆さんにお願いしたいと思うのは、ぜひ現地を見ていただきたいと。そしてその一番見ていただきたいのは、発熱紙のところにたまる水がどうやってたまるのかということを見ていただきたいと。床下床上浸水 浸水を実際に受けてきた、あるいは受けるであろうという家屋は5、6軒です。たった。最上町全体でもね、赤倉地区では。5、6軒は並んでますから、わかりますから。それが床下床上浸水で、だからダムが必要だという、奇妙なね、いろいろ向こうは作り上げたんですね。これはダムというのは、最上町の建設業者の要求です。住民の要求は、その、被害をね、洪水の被害っていうか、水のそれを何とかしてくれというのは要求なんです。ダム作れというのは要求じゃないんですよ。そこのね、違いを裁判できちっと証拠をもとにして明らかにしていきたいと。でそれは本当に住民の声であるということをこれから示していきたいというふうに思います。すいません、もう一点ごめんなさい。私から最後なんですけれども、もちろんその先ほど団長もおっしゃられたように勝つ自信があるっていうようなこともおっしゃって、裁判の場に持ち込んだということですけども、その逆の面からも見ると、ここでこう司法の裏付けですから、これでむしろ裁判でもし仮にですね、ごめんなさい、ご気分が悪くされたらごめんなさい、これ負けることがあれば逆に一気にその推進に進んでいくっていうリスクもあると思うんですけども、そういったリスクも当然皆さんご承知の上で今回の行動を取られたと思うんですけども、そのあたりはいかがですか。いいですと、確かに今おっしゃったようなご指摘、我々内部でもかなり議論いたしました。裁判に踏み切っても意味がないっていう、いわゆる有識者の声もありましたし、ただですね、我々裁判だけ で取り組んでいるわけではなくて、裁判もいろんな取り組みの中の一つですね。いろんな討論会したり講演会したり、あと署名活動もやってきました。その一つとして裁判の戦いがあるわけで、仮に裁判に負けても、それであとじゃあ諦めてダムはしょうがないなっていうふうになるわけではもちろんありません。これからも漁業協同組合さんの方も今のところ反対の意思表明しておりますし、我々も我々のできる範囲で頑張っていきたいなというふうに思っております。それとこれも一つ、強制と強制というか第二次的な問題として、その赤倉温泉を切り見れば分かるんですけども、その活性化しなきゃいけないという現実とは別に、もう廃れちゃってね、スキー場とともに、もうあと3年ぐらいでスキー場も潰れるかっていう、瀬戸際に来てるんですよ、危機状況に、旅館も。で、その活性化っていう問題は非常に現実的な問題なんですね。ダムと関係ないんですよ、もう。ダムが冠水しても温泉街が潰れる危険性があるということなんですよ。だから活性化とは何かと。で例えば、その赤倉温泉は山形県でたった一つね、温泉も下水道も台所用水も垂れ流しです。これ違法です、法律的には。でそれは来てみれば分かります。赤倉温泉だけです、垂れ流しは温泉の。で現在のその違法状態を解消、この戦いを通じて解消していきたいと。で活性化につなげたいと。ダムできようとできまいと関係なしにという問題と、あと入り口も一本化して、下水道を一箇所に、国の予算でできますから、全部集中させて、そしてその処理して、きれいにして川に流すという、根本的に赤倉温泉と住民の利益を図っていくというのが、我々の戦いの最大の隠されたというかね、裏の目的です。それによって住民が活性化を実際に勝ち取って、よかったよかったと、仮にダムができてもね、これダムができても、いやー、戦いによって温泉が活性化したと。で
内水被害はたぶんと関係ないですからね、関係ないですから、この内水被害が解消すれば今後は安心して眠れるというふうになっていきます。それを私は勝利と見たい、それを成果を貸しておくことということです。先ほど の団長のあれにちょっと付け加えて、私も原告の長男と申しますけども、川辺川ダムの工事が7割以上進んだ段階で中止になりました。それがいわゆる漁協が最終的にその合意ができなかったので中止になったわけです。7割以上の支出が、付帯工事が終わった段階で、つまりここも今のところそれと同じ状況なわけです。ですから周辺の工事、道路工事、取り付け道路やそれから天竜港の工事を終わった段階で、それで漁協の同意がないとすれば、工事はダムは作れませんから、とそれまでやった工事が全て無駄な工事になります。ですから川辺川ダムの中止と同じような状況に今なってますので、そういう無駄な工事はやめてほしいと、そういうことも一つ重要な観点だと思っています。先ほど漁協との関係、漁業権者との関係説明しなかったんですけども、そういうことです。私たちの訴訟そのものは漁協とは直接関係ありません。組織的にも関係ありません。漁協には漁協さんの立場と目的があるわけですから、そうですけれども、実際問題負けたら一気に進むだろうというご質問ありましたけれども、実は漁業権者の同意がないと川の中はの工事は一切できないんです。で今回県が工事用道路を発注しました。150メートル、本当はあれ300メートルあるんです。300メートルの一番先っちょは川の中に入らなきゃいけない。ところが川の中に入る工事できないもんですから、150メートルだけ発注をしてどうするんでしょうね。あとね、非常に今言われたように無駄な工事になりかねないということです。ですから漁業権者、漁協、具体的には漁協ですけど、漁協の同意がなければ川の中の工事は一切できないんです。にもかかわらずあえて見切り発車をしているという問題があります。ですから私たちの訴訟と並行してその問題も追及していかなきゃいけないと思いますけれども、私たちとしては稼働改修による治水対策というのは漁協さんとも一致する問題ですので、ぜひその辺のところは一緒にやれるところはやっていきたい。そして、この先裁判の展開、県がどう考えるかは別にして、まず内水対策をとにかく早くやれと。並行してやってると言うけども、全然並行なんてしてないんですね。ですから並行してやれば当面する赤倉地区の水害の危険は防げる。まず大きな大水害、50年に1回で大水害が来て溢れたら、これはどうもなりませんけども、稼働回収しなければいけませんけども、稼働回収しなくてもとりあえずその内水被害対策をしっかりやれば、数年に1回起こっているような中小の洪水被害は防げるということ。地域住民の安全安心を県が言うのであれば、そこから先にやってくれということです。ですからそれとあとは活性化というのは非常に大事な問題で、下水道の問題にしても、その他地域の景観の問題にしても、稼働改修と一緒にやらないとできない話なんです。実は稼働改修をやれば下水道処理も下水道の配管もできるし、この皆さんのお手元に、お上げしたような川の中に張り出して危なっかしい景観、見てこれを見て、ね、観光客の方がこれで上に上流にダムできたら水害の危険なくなりますね、ああ、ごもっともですって言うと思いますか。そんな状態も改善をされる。私はそういう意味で、訴状の中にも書きましたけども、稼働改修による治水対策というのは一石三鳥だと。水害を防げる、内水被害を防げる、景観をよくできる、下水道処理もできるという意味で非常に効果的な工事だと、対策だというふうに思っています。はい、すみません、一方的にしゃべって。はい、どうぞ。 IBC の渡辺と申します。先ほど漁協さんの関係のおっしゃられたんですけども、原告には漁協の方は携わってらっしゃいますか。入ってません。訴訟、今回提出にあたって漁協さんの方にこの裁判の関係で何かお話しされたとか、そういうなんかすり合わせとか、何もしてません。何もない。ないです。何もないです。はい。すみません、今の絡みで、この用紙の方にも、原告の方が15人、他が17人になるんですね。はい。17人になるんですけど、
どういった方々がこう入っているかというのを教えていただきたいんですけども。失礼しましょう。あの私もあの請求人の一人になっておりますが、私はあの水と人間との関わりを根源的に考えようという水文学という学問をあの半世紀勉強してまいりました。あの現場で、現場というのは京都府に私6年半公務員として勤めたことがございます。その後ずっと大学であの水文学の勉強を研究続けてまいりました。で、まあ年のことは申しませんが、この弱いになっていつどんなことが身に起きてももう不思議でないところまで参りました。もう日本でも数少ない最上小国川の清流、特にあの源流域、皆さんご存知かと思いますが、あれを何とかして後の世代にそのまま引き継いでやりたい、その思いで今回請求人の中に加えていただいております。以上です。よろしくお願いします。あの今の質問に直接答えるとすると、17人のうちですね、最上町在住の3人の方と、それから川辺教授、山形大学の地質学の川辺教授の4人以外の方は全部何らかの形で自然保護団体、出羽三山の自然を守る会、カムロの自然を守る、カムロの何だっけ、カムロ三系の自然を守る、三系の自然を守る会、あの会長でいらっしゃいます団長です、というような形で自然保護団体に多くの人が関与してるということです。最上町に住んでる方はその高島さんも含めて3人。そうです、高島さんと押切さんと、それからもう一人記憶してませんけど大場さんという3人おります。3人の方がいらっしゃると、はいはい、で川辺教授、山田ですね、はい、その他の方はこれ県内ですか、自然保護団体。全部県内、もちろん県民でないとできないし、県内の話です、はい、県内でです、はい、あの山形県自然保護団体協議会というのがございまして、そこに我々の会も入っております。はい、他にございませんか。いいですか。はい、いいですか、皆さん、他の方ね、いいですね。はい、じゃあ長時間ありがとうございました。よろしくお願いします。